交流は飛騨御嶽高原ナショナルコーチトレーニングエリア推進協議会が岐阜女子高校がこの地域で合宿を行うのに合わせて行ったものです。参加したのは飛騨地域5校の中学生が所属する女子バスケのクラブチームブレイカーズ17人と岐阜女子高校バスケ部の24人です。合同練習は標高1300メートルにある高山市の飛騨日和田体育館で行われ、中学生らは岐阜女子高校バスケ部の安江光雄監督からゴールに向かう時のドリブルの仕方やパスを出してからの動きなどの指導を受けました。レベルも高いし、フィジカルとかもめちゃくちゃ強いんですけど、その分やっているのが楽しくて、すごいもっと強くなりたいっていう気持ちが大きくなりました。